なんかもっと出てるイメージですけどね。 J2 が500以上出てますからね。あ、そういうことか。はい、J1 では99試合という数字です。そして2トップは木下、細谷。予想フォーメーションは 4-4-2 という形です。藤尾とオセフンのコンビです。バスケスバイロンは6月22日福岡戦以来の先発。松田ボールでゲームがスタートしました。少し下がった相馬から右ワイドに長いボールを使います。細谷の今の守備はすごかったですね。はい、うまい。マネスタビオ中で細谷ワイドに木下貯める。木下を使う、シュートリング、まあ、視線でちょっとフェイクをかけて木下フィニッシュに行きました。立ち上がりに比べてちょっとね、こうやって自分たちが持てる時間がね、ちょっとずつ増えましたよね。スペースへ柔らかいボール、藤尾、おたくん背後を取った見事なパスでした。ドレシェビッチ、決定機でした。ゼルビア、ここで前半終了のホイッスルです。それほど多くの決定機が生まれなかった今日のゲームです。前半ここまでの印象はどうでしょうか、清水さん。後半がスタートしました。手塚から斜めに長いボール木下へ。バスケスバイロン中でオセフン、先頭藤尾、望月がサポートに行きながら低いボール、ニアに先頭が入ってきました。ニアで関根、白井、ゴールに向かうボール、ワンタッチあったんじゃないかとアピールしてますが、ジャッジはゴールキック、うまくつながってカウンターのチャンス。センターには細谷一人、小山取り返す、細谷、先制レイソル、取りに行った谷は押されたとアピールしています。いや、意外な形で先制点生まれましたね。ファールありませんでした。ですね、特に押されたっていう感じには見えないんで、まあ、ターニからするとちょっと中で勝田、ニアに細谷、センター木下とジエゴ、小山津、ここもおそらく同じポジションでの交代ですよね。はい、まあ、左足から繰り出す正確なキック、このボールに期待しての投入です。代わって入った下田北斗、必ずシュート体勢の選手には寄せてブロックをします。杉岡、下田、藤本、おっと、ノファー、間違いないんで、かわすにところでフロートの左足、あ、当たってますかね。ドピケ、ジャッジはピケ、追いつきました FC 松田ゼルビア1対1。